で、今回ですね、地区の利活用を進めたいと思ったりいたしまして、地区という魚は一番の価格が安いので、以前に比べて漁獲量が減少している状況です。そのため、八千代海にいる地区の増加が推測されて、アサリの食害も増えているのかなっていう予想があります。漁業者の方は、以前のようにアサリがたくさん取れるようになってほしいと思っております。そのためには、チューの数を減らすことで食害被害を少なくすることが大事だと思っております。それが今回のプロジェクトが始まった経緯になります。このプロジェクトでチューの利活用を進めることで、チューの価値が上がって、チューがたくさん漁獲されて、八代海のチューの数が少なくなれば、アサリがあまり食べられなくなって、そのアサリの漁獲量というものも増えていくと思います。